紙とボールペンで文字を書く様子。紙と万年筆筆記とは書き記すこと。あるいは筆で書くこと。また、それによって書かれたもの。筆記とは書き記すことである。特に文字類を書くことを指すのが一般的である。日本では古くは書くための道具としてもっぱら、筆を用いていたといういきつがあるので、筆記というわけである。様々な筆記があるわけであるが、 誰かが話すことを聞いて筆記することは、特に、口述筆記という。西欧語圏では、手で書かれたもの、手で書くことを、マニュスクリップとマンザクリーなどという。日本語では文脈に応じて、マニュスクリップとマニュスクリ、写本、原稿などと訳し分けている。特に手で素早く書くための形をしたアルファベットを、英語では、カーシブ、ジョイントライティングなどと言っているが、 日本語ではそれを筆記体と呼んでいる。筆記試験とは、試験を受ける者に何かを書かせることで、そのものの程度を判断するための試験である。基本的に実技試験や面接試験という用語、概念と対比的に用いられている。文房具も参照筆記するための用具を筆記用具という、視野を広げて歴史を振り返れば、粘土板と棒、パピルスと足ペントインク、 畜管と筆と墨と、硯、和紙と筆、墨、硯、洋紙,紙と羽ペン、紙と万年筆、ノートと、鉛筆やペン類等々等々、様々な筆記用具を用いてきた歴史がある。筆記用具の概念を革命的に変えたのは、ワードプロセッサの出現である。アメリカで生まれた時は文章を編集。 構成する意識の拡張の道具に過ぎなかったが、日本では工業化に向かないとされた、漢字化な混じり文の劣勢を一挙に改革して、キーボードと共に筆記用具としての地位を確立した。作家の坂口安吾は、文字と速力と文学の中で、私の想念は、伝光のごとく流れそうつっているのに、私の書く文字はたど、しく、遅いと書いていたが、 そうした俗力もそうに追いつけるようになったのである。デジタル化で完全なコピーも可能になった。ネットと繋がることで目の前の紙などから瞬時に送信することもできるようになった。職業者どうありがとうございます。